今日は、はい、こちら。ででーん。もみじ。この間、開作したもみじなんですけれども、ちょっとね、時間が経ってこんな感じになりましたよっていうのをお見せしたかったのが一つ。こんな感じで、もともと芽が出てなかった枝から新芽とかも生えてきたりしてます。まだ元気ですよ、枯れてないよっていうのをお見せしたかったのと、これを開作したのと同時にこっちも同じように頭を落としたんですね。こんな感じで、もっと樹高的には高かったんですけれども、がっつりこうやって落として小さくしてます。これも元気。落とすとやっぱり葉っぱが足りないみたいで新芽が出てきてますね。こんな感じで新しい芽がどん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 吹いてきてます。枝元からも新しい芽が出てきてますね。ということで、今日はまあ親木は生きてますよっていうのと、あとね、こいつらを開作した時に上についてた枝をごっそり落として、そのまま太い枝から挿し穂を作って挿し木してたんですね。で、挿し木してたやつらがここにこうやってあるんですけれども、これが今5個あります。で、こいつも今こういう状態だよっていうのをお見せしようかなと思って持ってきました。どっちかというとこっちがメインですかね。これ、挿し木、太枝をそのままぶっ刺してるだけの挿し木です。楓はそもそも、挿し木とかしやすいんですけれども、もみじってそこまで挿し木が簡単なイメージはなくって、結構挿し木してもつかないような感覚が僕はあります。織姫もみじとか舞姫もみじとか、刺したらよくつくようなタイプの山もみじもあるんですけれども、全部が全部つきやすいかって言ったらそうでもなくて、実は楓とかの方が全然つきやすいんだけど、もみじは全然つかないみたいな。もみじいっぱい刺しても僕 何本も失敗してるんですけれども、それを今回は太枝で挿し木に挑戦したものになります。今こんな感じ。まあ1ヶ月も経ってないと思うんですけど、こんな感じでまだ緑の葉っぱも残ってて生きてます。で、もっといっぱい葉っぱついてたんですけど、やっぱね、根っこを出すためにこの葉っぱに入ってる養分たち、エネルギーを使って発根させるんで、ある程度葉っぱは落ちていきますね。で、葉っぱが落ちて体力が尽きるのが先か発根するのが先かっていうところだと思います。で、こいつはまだ葉っぱあるんで、もうちょっと頑張ってくれるかなっていうところですね。発根してるかどうかはまだ分かりません。そこを見てもちょっとね、根は見えないんで発根できてるかどうかは分かんないんですけれども、まだギリ生きてるって感じです。で、これと似たようなものがあと4つあるんですけれども、例えばこれめちゃくちゃ小さいんですけど、これも挿し木にしては太い方の枝を刺してます。こいつが実はね、ここの枝、この枝からちょっとね、新しい葉が、根が伸びてるんですよ。見えるかな、ここね、新しい芽が伸びてるんですけど、こうやって新しい葉っぱが出てくるってことはもしかしてっていう感じですね。実際、まあ、こいつもそこから、根は全然見えないんで、発根できてることは確認できてないんですけれども、一応ね、動きがある。この芽を、どこの体力を使って出してるかがわからないんですよ。葉っぱとか、幹に残ってるエネルギーを使って新しい葉を出してるのか、それとも、この、発根した後に、この、根から吸収したパワーを使って新しい芽を出してるのかっていうところがわからない。この新しい芽が枯れずにそのまま大きくなってくれれば、ちょっと期待ができそうですね。って感じで、他もちょっと見ていきたいと思います。こんな感じ。これもだいぶ太いやつ刺してますね。まだ生きてます。はい。あ、これもね、ちょっと新芽動いてるんですよ。ここに新芽が出てるんですけど、ちょっとだけね、動いてます。ということで、あと2本。これは、新芽が動く気配は特にない。じーっとしてる感じのタイプですね。
これとかついたら面白いなと思うんですけどね、発根してくれたらちっちゃい素材になって面白いと思うんですけれども、一応まだ歯は残ってるんですけど、まだ全然枯れる可能性は多い。果たしてつくのか。もう一本、これが一番でかいかな、結構、有望株、こいつがついたら面白いなって思ってるやつです。これも一応まだ生きてるけど、この葉っぱとかもね、この茶色い部分が少しずつ増えてきたんで、つく可能性は低いんじゃないかなとは思ってます。どうでしょう、一応ねここ葉っぱ開いてるんですけど、この新しい葉が落ちたらもうほぼ望みなしって感じですかね。一応今は古い葉からどん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 落ちていってるところなんですけれども、その落ちが止まってくれればこの発根している可能性が高まると。こいつもまだそこからは発根が見えません。ということで、山もみじを開削したついでに刺し穂を取って刺してみました。でその経過が今こんな感じですと。どの刺し穂に関しても少しずつ葉っぱがこの枯れて落ちていってる状態で、まだそれがストップしてないですね。でこの枯れ葉が落ちていくのが止まってくれれば発根してくれたんじゃないかと判断できるかもしれないんですけれども、まだまだどん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 枯れに進んでいってるところですかね。今のとこ一番葉っぱ的に元気なのはこいつですね。これでも元気な方。まだ余談は許しませんが、果たして山もみじの太い差し穂で、太枝の差し穂で挿し木することができるのかっていうところの確認ですね。まあ、今後もまた報告させていただきますので、経過報告お楽しみにお待ちください。ちなみに荒川もみじってあるじゃないですか、川が荒れちゃう症のもみじ。荒川もみじの方は僕荒川もみじの挿し木も結構な数やったんですけど、あれはなぜか太枝の方がつきますね。よくわかんないんですけど、細い枝はなんだかんだ最終的に全部枯れちゃうんです、ね、で残ったのは全部太い枝だけ。太い枝ってもう鉛筆ぐらいの太さなんですけれども、そういう差し穂の方があいつはつく。うちにある荒川もみじなんですけれども、そいつは太い枝の方がよくついてくれるという、この品種によってもどういう枝がいいとかこのばらつきがあるみたいなので、この山もみじがどういう枝がよくつくタイプなのかっていうのはまだ全然分かってない状態となっております。舞姫もみじとか織姫もみじとか、あの辺は生命力が豊かなので、まあ緑子挿しがよくつくとは思うんですけれども、まあ細い枝から太い枝まで全然つくって聞きますね。うちでは細枝しか試したことないんですけれども、まあ太枝でもつくんじゃないかなと思っております。誰か試したことある方いらっしゃったら教えていただきたいです。てな感じで、本日は以上とさせていただきます。山もみじの開削のついでに取った太枝の挿し穂の現状報告の回でした、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はポチッとお願いします。では失礼します。バイバイ。